日本埼玉県蕨市西木町西木町は埼玉県蕨市の町名。現行行政地名は西木町1丁目から西木町6丁目。郵便番号は335-0005。蕨市の西部に位置し、北東で北町、東で中央、南で戸田市上戸田、南西で戸田市新曽、北西で埼玉市南屈辻と接する。 1.2丁目と4丁目の大部分が工業地域だったが、宅地化が進んでいる。町域東辺、北町、中央との境界に国道17号が通っている。住宅地地下は2017年1月1日の工事地下によれば西城町4の8の26の地点で21万8千円、平方メートルとなっている。中世以降柴9号をび村に属した。江戸時代初期に、 現在のわらび市内がわらび村、塚越村の二カ村に固定されて、以降、一貫してわらび村、わらび塾に属した。現在の町域内にあたる区域は、自社領を除いては、江戸家を通じてすべて天領だった。1889年の町村静志向で、北足立郡わらび町大技和和びの一部となり、1966年10月1日、 新住居表示の実施に伴い大技わらびの一部から、西木町が成立した。成立の際、市内の西部を占めることから、西に木を添え画面とした。2017年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道は走っていない。東部では、 JR 京浜東北線び駅南部では JR 埼京線戸田駅西部では JR 埼京線北戸田駅が最寄り駅になるありがとうございます